君の脳に直接届く妄想ルのプライムです。さあ中に入りました。奥から談笑する声が聞こえてくる。僕たちは勝手にロビーを抜け、声のする部屋へと向かった。誰がいるんだろうね。やあトール君、久しぶりだな。男の人がソファーから立ち上がった。久保田敏夫さんだ。そして隣にいるのは篠崎みどりさん。1年半前2人ともシュプールでバイトをしていたのだ。あらその指輪。マリが敏夫さんの薬指の指輪を目ざとく見つけた。ここら辺はあれだね、ミステリー編と同じ感じですね。ちょっと飛ばしてポン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 いきます。女性の声がした。かなこちゃん、けいこちゃん、ここら辺も一緒だね。北野けいこちゃんもいたと。うん、みんな大人っぽくなってって言ったらマリが睨んでた。A、これって嫉妬。B、これって殺意。C、これって合図。殺意じゃない?B、これって殺意。僕は寒気を覚えた。そうなんですよ。小林さんたちと話していたかなこちゃんが大声を上げた。あ、OL3人組の件ね。確かに。で、こう、ミステリー編だとね、河村亜希が一ついろいろ問題になったと。いう話ですね。なんか意味があるんじゃないかと、作者にとっては意味があるんじゃないか。なんかいろんな話混ざっちゃうよね。なんかそこも志村編ではさ、加山さんが作ったことになってたから。お、懐かしい顔ぶれがソロ撮るな言うて、ここら辺の流れは全然一緒だね。女房夏美さん、春子さんとは死別したと。死別したんだっけ。あ、就職先の話だ。あ、打ち込んか。本社は大阪やけどな、鳥取とニュージーランドに支店があるんや。どや、打ち込んか。これと全く同じような会話を何度も何度もしたような気がした。デジャブというやつだろうか。ええ話やろうと。A、確かにいい話だ。でもやっぱり何か引っかかる。 B、 確かにいい話だ。とりあえずキープしておこう。いや、 A にしとこう。堂々巡りになっちゃうから。確かにいい話だ。でもやっぱり何か引っかかる。どうしてもこの既視感が気になるのだ。僕はじっと黙って考え込んでいた。返事に窮していると思ったのか、敏夫さんが間に入ってきてくれた。加山さんの船にはお二人以外誰か乗ってませんでしたか。わしら以外は船長だけや。阿鼻子さんはもうこの館にいるのか。それとももう一便船を出すつもりなのかな。いや、わしらが折品に船長が言うとった。これでやっと終わったとな。しゃあから、船はもう来んやろ。とにかく最終便が来たということは、これで客は全員集まったということだ。それは僕、マリ、小林さん、敏夫さん、みどりさん、かなこちゃん、けいこちゃん、かやまさん、三木本さん、それに初対面の夏美さんの計10人。僕たちはそれぞれに話を始めた。村上さんとか、いないね。5分経っても10分経っても阿鼻子竹丸は現れては来なかった。みんなもそれをずっと意識しているのだろう。誰もがチラチラと時計を見ている。そんなことで会話に熱が入るわけもなく、やがて沈黙が広がった。A、阿鼻子さんを探しに行ってみませんか。僕はみんなに呼びかけた。B、ちょっと館を探検してみない。僕はマリに声をかけた。まあ、ちょっと館探検しよう。B、ちょっと館を探検してみない。僕はマリに声をかけた。いいわね。よし。珍しくマリのノリがいいぞ。マリノリ悪いやつみたいになってる。どうせならここにいた方がいいんじゃないのかな。三木本さんが水を差す。どうしてですか。どうしてってことはないけど、なんとなく恐ろしくないかい。ここは監獄だったんだよ。頭の中に嫌な想像が広がる。マリの顔を見た。面白そう。思った通りの返事だった。怖くなんかないですよ。わはははは。僕は精一杯虚勢を張って2階へと上がっていった。三木本さん前回取り憑かれてたからね。ゆっくりと口角廊下を歩き、順に部屋を見ていった。2階の部屋は全部で20。最後に見たのは西側の行き止まりの部屋だった。僕はドアノブに手をかけた。なんだか嫌な予感がした。まさかここで死んだ囚人の亡霊が。
ひどい匂いがした。カビ臭いような、なんかの腐臭のような、とにかく吐き気を催すような悪臭だ。わっ。マリが思わず声を上げ、顔を手で塞いだ。薄暗い部屋、室内にガラクタが山ほど積んであった。恐る恐る中を覗き込む。ん？奥に奇妙なものがあったのは暗くてよく見えないね。それは精巧な館のミニチュアだった。僕がゆっくりとそれに近づこうとすると。何？思わず僕はその場に座り込んでしまった。え？トールくん。振り向くと三木本さんだった。冷たい視線を感じる。その先をたどると。マリが道端の犬のうんこでも見るような目で僕を見下ろしていた。ああ、大幅減点だ。まあ、失禁しなかっただけでもマシと考えよう。びっくりするじゃないですか。ちょっとばかり腹を立てて三木本さんに言った。アビコが食堂に集まってくれとさ。あ、来たんだ。え、アビコ竹丸が現れたんですか？いや、そうじゃないんだが。言葉尻を濁しながら三木本さんはマリと一緒に歩き出した。僕は後ろからとぼとぼついていった。会館に降りるとみんながぞろぞろと応接室から出ていくのが見えた。暗い廊下を通って後に続く。そこは大きな食堂だった。映画で見たような長いテーブルに食台、椅子が置かれてあった。どれも高級そうなアンティーク家具だと突然だった。立って切ったかのように電灯が消えた。周囲は真っ暗になった。悲鳴が聞こえた。僕の手を握る者がいる。マリ以外に考えられない。僕はその汗ばんだ手をしっかりと握り返した。動くな。誰かが叫んだ。そして明かりがついた。時間にすればほんの数秒のことだったのだろうが、何十分と暗闇が続いていたような気がした。マリ、呼びかけ横を見ると加山さんがいた。僕たちは同時に手を離した。三木本さん。いつの間にか反対側に来ていたマリがつぶやいた。え？前を見るとテーブルの正面、主人が座るべき椅子に三木本さんが腰を下ろしていた。ようこそ三日月館に。三木本さんは両腕を広げた芝居がかった仕草で言った。どういうことですか？みんなほぼ同時にそう聞くと、三木本さんは笑顔で答えた。僕が阿比古竹丸なんだ。なるほど。さらにナイフやフォークの当たる音、咀嚼音。咀嚼音っている？みんなが食堂に案内され、それからちょっと早い夕食が始まっていた。いやー、小林さんを見た時はドキッとしましたよ。まさかいらっしゃるとは思っていなかったんで。どうしておじさんたちを呼ばなかったんですか？マリが尋ねる。勝手に舞台として使わせてもらったんで怒ってるんじゃないかと思ってね。すいません小林さん。毎回なんかかまいたちの夜の作者が違う人なんだね。いやいや、いいんですよ。おかげでいい宣伝になってますし、むしろお礼を言いたいくらいですよ。そう言っていただけると助かります。いやー、ほっとしました。そう言って三木本さんは胸をなで下ろした。ところでどうして阿比古竹丸なんですか？阿比古っていうペンネームはね、僕の祖母が阿比古村の出身だったからなんだ。阿比古亜紀っていうのが僕の祖母で、その長女が僕の母親なんだ。外孫だったけど初めての孫は可愛かったんだろうね。秋ばあちゃんには随分と可愛がられたもんだよ。なるほど。A、三木本さんもそこで育ったんですか？ B、それにしても美味しい料理ですね。ちょっと A を聞こうか。みひょんほはんほ、ほえほわはんへは？僕は口の中に肉と野菜をいっぱい突っ込んでいた。もう食べながら話さないでよ。マリに睨まれた。ごめんなはい。僕は口の中の料理を飲み込んでからもう一度尋ねた。三木本さんも阿比古村で育ったんですか？いや、住んでたのは祖母の代まででね。その祖母も20歳ぐらいの時にはすでに村を出ていたんだ。岸猿家最後の当主、岸猿家右衛門の時の話さ。阿比古村では
命惜しくば岸猿に奉公ぶつな。金も体もたまらんたまらんと言ってね。岸猿家の当主は代々暴君だったそうだよ。暴君ですか。まあもともと明治の奉公人などは人間扱いされてなかったんだが、それでも岸猿家は特にひどかった。奉公人をか、なんていうんだ、かと家畜のウサギと呼んで、その通りに扱った。しかも反抗する奉公人を閉じ込めるためにこんな屋敷まで作ったんだからね。その話を初めて聞いたのだろう。 OL 二人組から驚きの声が上がる。ここは岸田家の施設監獄だったんだって。僕がそう説明すると、へえと二人が感心した。マリに肘で疲れる。嫉妬されていると思うとなんだか嬉しい。そう、だからこの島は韓国島と呼ばれている。僕のひいじいちゃんにあたる太蔵夫妻、つまり祖母の両親も岸猿の屋敷で働いてたんだが、この館に送られ死んだ。思わず息を呑む。両親を殺された祖母は山向こうの村に預けられ、そこで川村正次郎という木工の職人と結婚した。川村、あ、それが僕のおじいちゃんだ。ってことは川村秋になるな。僕はおばあちゃん子だったから、幼い頃よくこの島の話を聞かされた。大抵は当主伊右衛門の奉公人のむごい仕打ちの数々だった。話があまりにもむごたらしいんで、僕はそれをずっとおばあちゃんの作った階段だと思ってたんだ。それがシュプールから帰り、ふとしたことでこの島のことを知った。で、ちょっとばかり調べたんだ、この島と館のことを。三日月館の持ち主、岸猿家の当主は、代々この辺りの漁村を治める、なんたらかんたら神社の宮司であり、同時に網元だったのだそうだ。神主さんと漁師さんを兼ねてたんですか?と、かなこちゃんが尋ねる。岸猿家はかつて、くさい人を務めていた一族だったんだ。くさい人というのは、神社に所属する役職の名でね、神に供え物を奉献するものを言うんだよ。有力神社の臭い人は諸国の漁場開拓が許され、あらゆる漁場に自由に住まい、海産物の輸送販売などに活躍したそうだ。それほどではないにしろ、鎌倉から続くと言われる古い家柄の岸猿家は、少なくとも我孫子村を中心としたこの辺りの漁場では絶大な権力者であったらしい。おっと、戻しちゃった。この島にある神社の主人は竹南方の神になっているが、大した根拠はないようだね。竹南方の神毎回読めないな。と並んで品戸部の御事が祭神として挙げられているよ。地元に根強く残っている民間宗教に品戸部流というのがあるらしいから、もしかしたら品戸部の御事の方が古いのかもしれないね。我孫子村の古くからの風習で、くじを人型の紙に書いて海に流すというのがあるって聞きましたけど、確か人紙とかなんとか。ああ、それは、なんていうの、品戸部流のしきたりの一つなんだよ。くじっちゅうのは密教なん?それとも陰陽道の?そう尋ねたのは、加山さんの新しい奥さん、派手な化粧の夏美さんだった。さあ、どちらか知らないけど。三木本さんの驚いた顔を無視して夏美さんは話を続けた。いずれにしても両部神道なんかな、その風葉降り波葉降り神社っちゅうのは。両部神道って聞いたのはマリだ。夏美さんは即答した。日本の神々を仏教によって解釈して再編成した神道のことや修験道や陰陽道といった日本の古い宗教にもいろいろな影響を受けてるらしいけどね。みんなが気に取られて夏美さんを見ていた。失礼ではあるが、あまりにも外見とはそぐわない内容の話だった。それを見て加山さんが口を尖らせた。ああ、あんたら関西人を差別しとるとちゅうんか。あ、ちゃうか。夏美はな、大学で宗教学を学んどってんぞ。わしはな、インテリジェンスのある女が好きなんや。血がでかいのもええけどな、条件としては2番目や。ちなみに3番目は尻が。三木本さんが話を続けた。品戸部流には陰陽道の影響が大だね。おそらく神社の成立よりも
シナトベ流ができた方が先なんじゃないかな。民間信仰を神道的にアレンジして神社が作られたと考えてもいいかもしれない。そこまで話すと三木本さんは頭をかいた。いやー、偉そうに喋ってるけど、僕もこの館を調べるまでには何も知らなかったんだ。これだけのことを調べるのに、何度かこの島にも、それから阿鼻子村にも行ってみたよ。詳しいことを知るには至らなかったけど、いい刺激になった。何しろそれが元で、かまいたちの夜のシナリオを書き上げることができたんだからね。ええ、なんだかつながるようでつながらない話ですね。僕は思ったままを口にした。B、さすが才能のなせる技ですね。僕は三木本さんを褒めたたえた。C、とても面白いシナリオでしたよ。僕はマリの感想を述べた。まあ褒めたたえようか。B、さすが才能のなせる技ですね。僕は三木本さんを褒めたたえた。いや、才能というより趣味みたいなものだからね。趣味で連続殺人ですか。あはは、こりゃ参ったな。でもそれで一発当てたんやから大したもんや。加山さんがにやりと笑った。で、どのくらい儲かったんでっか。三木本さんが口ごもる。しかし加山さんは容赦なかった。なあ、どのくらい儲かったか聞いてるんやがな。わしらの仲や。腹割って話そうな。な、な。一体どういう仲なのか聞こうと思ったが、その前に三木本さんがボソボソと金額を言った。みんなから簡単の声が漏れた。ちなみに僕からも漏れた。正直羨ましかった。なんとなく横を見るとマリと目が合った。その目は、あなたにはそれだけ稼げないでしょうねと言っていた。間違いなく言っていた。僕は目をそらせた。その金でこの島を買ったから、今はもう何にも残ってないですよ。島ごと買い取ったんですか。かなこちゃんだ。こんな、ごめんなさい。この島のどこが気に入ったんですか。けいこちゃんが言った。どうしてかな。この島に来た時、たくさん写真を撮ってましたよね。あれは演技だったんですか。聞いたのはマリだ。なんだか演技には見えなかったんですけど。それがね、実は自分でも不思議なほどこの島や館の印象がないんだ。何度か訪れているはずなのに、そこで何を見たか、何をしたのかよく覚えていない。三木本さんは首をひねっていた。おかしな話だ。印象にないような島を大金を出して買ったりするだろうか。何かを隠しているのか、それとも。ごちそうさま。大声で言ったのは夏美さんだ。むっちゃ美味しかったわ。それじゃあ部屋割りを教えるよ。旅の疲れもあるだろうし、のんびりしてくれ。僕は部屋に荷物を置くと、応接室でマリと待ち合わせた。なんかまだ平和だね。ちょっと外を散歩してみない。僕は勇気を振るってマリに言った。外はそろそろ日が落ちようとしている。夕暮れの海岸、恋人たちにはふさわしい情景じゃないだろうか。ええ、いいわよ。僕はこの場で小躍りしたいような気分だった。いや、僕は半分踊りかけていた。 A、 もう少し我慢だ。 B が我慢できない。B が我慢できない。踊るぞ。はは、すげえ。めちゃめちゃ踊ってるじゃん。はあ。すごい単調な踊りじゃん。ん？しまった。あまりにも常識に欠ける行動だった。高青年のイメージ丸つぶれだ。みんなの視線が突き刺さるようだった。誰か助けて。トール君、しばらくして加山さんが声をかけてきた。助かった。僕はほっとして席に着いた。しかし、安心したのもつかの間、加山さんがとんでもないことを言い出した。わしらも一緒に行くわ。一難去ってまた一難だ。踊りについては誰も突っ込まないんだね。え？僕はあからさまに嫌そうな声を上げてしまった。しかし加山さんは全く頓着がないようだった。夏美、行こう行こう。あいよあんた。おかしな返事をして夏美さんが加山さんと腕を組んだ。二人は勝手に僕たちの後をついてきた。さぞやマリは嫌がっているだろうと見ると、楽しそうに夏美さんと話していた。
玄関を出ようとすると2階に上がりかけていた三木本さんが言った。風が強くまでに帰ってきてくださいよ。どういうことや。加山さんが振り返って言う。今夜がかまいたちの夜だからですよ。かまいたちの夜ってゲームのタイトルでしょ。僕は聞いた。そういえば船長もそんなことを言っていたのを思い出した。この島には50年に一度、かまいたちの夜と呼ばれる暴風の日があるんだ。ゲームのタイトルはそこから取ったのさ。まさかそれが今日なんですか。僕が言うと、三木本さんはうなずいた。だから風が強くなるまでに戻ってきてくれよ。この館にいれば安全だから。夏美さんが深くうなずいていた。でも僕は納得できなかった。どうしてわざわざそんな日に。僕がそう思ったのに気がついたのか、三木本さんは言った。明日になれば暴風も収まるから。そうしたらしばらくは晴天が続くんだ。海で遊ぶのはそれからでも十分だろう。それだけ言うと三木本さんは2階に上がっていった。不穏だね。